笠井義行です。医師免許を持ってない立場なんですけども、研究者として本耳鼻咽喉科で働いております。昔は医師は医学、理工学の研究者は細胞の研究と分かれて進めていくのが主流だったと思いますけども、現在は人工心臓もはじめ、最近話題になっている再生医療なんかも医学や理学、理工学の研究者が力を合わせることが非常に重要となっていて、僕も理学の、研究者として貢献したいと思っています。私たちは体の内部にも絆創膏のように貼れる細胞シートというものを研究しています。難治性中耳炎の患者に対して、患者の鼻の粘膜の細胞から培養して細胞シートを作成して、これを移植しています。2006年より基礎研究が始まったこの中耳の再生医療は、2014年に初めて、人の細胞から人の中耳に移植するということが、行われました。世界初の医療で非常にうまくいってます。僕がその鼻の粘膜の細胞を培養していて、実際の臨床現場に持って行って、これをあうんの呼吸で執刀医に渡しています。この作業は非常に普段の実験室とは全然違う緊張感がありまして、最初成功した時にはものすごい達成感があったのを今でも覚えています。数日後、患者の喜びの声を聞いた時には、自分の研究がこう人の役に立てているというのは非常に嬉しくて、やはり今後も人生をかけて研究を続けていきたいと思いました。やはりまず免疫の問題がないので非常に安全だということで、プラス自分の息のいい場所から細胞を取ってきて、少し病変が混ざったところに移植するんで、その細胞が息が良くなって、その周りにも効果があるだろうと考えられています。耳鼻咽喉科の手術、結構鼻の粘膜も取ったりとか、粘膜がの再生がその部位の再生の鍵となると考えられている部位が多いので、いずれはいろんな場所に応用できるように研究していきたいと思っています。